バカな両手、はい、両手になるんでしたら、あの本当に多いのは、やはりバックハンドもバックハンドの方で持っておく。そうですね、バックハンドのグリップの時のこの左手の握りをもうそのまま持っておくということで、こっちだけのチェンジでバックに移行できるようにしておいて、離せばすぐフォアになるっていうのが一番いわゆる効率がいいかと思いますね。いわゆるグリップチェンジっていうところで、はい、あのそこであの間に合わない時とかにぐらつきが出るので、もうフォアで握っておいてバックがバックで握っておくケースっていうのは非常に多いかなっていうふうには思いますね。効率はいいと思います。バックラブルハンドで選手で、はい、はい、スライスの時はもうこっちをグリップチェンジしてスライスにしてそのまま離してるイメージですね。はい、そうですね、はい、こっちの握りもちょっと変わります。はい、こっちが来た時はこっちはもう離すだけになるので離しますよね、はいはい、そうするとサインの方こっちがこういう感じでスッと離すようなイメージで、はい、いいかと思います。こっちの握りはじゃあちょっとコンチネンタルぐらいですね。はい、もうスライスに打ちやすいグリップに、はい、こっちだけをうまく持ち替えてスーッと離していってあげるのがいいかと思います。マスタープロはその例えばバックで、はい、スピンクとスピンクスライスの時は全く違います。全く違います。はい、テイクバックをした時に変わります。最初からもうスライスと思った時はスライスに持ち替えて準備してます。でも相手が1点で変える。そうですね、テイクバック開始した時はもうどっちか決まってますね。テイクバックの仕方を隠しながら、まあ、どっちか分かんないようにした方がいいと思います。はい、この場合は引き方は一緒なんです。引き方は一緒で握りが違って打ち方が違う。そうですね、スライスの時はもう高い位置に構えてしまうので、はい、特にあのもうスライスで打つとか、あのトップスピンからスライスに突然バカすっていうことは考えないですね。はいはい、だったらスライスのバリエーションでバラす。さっきやったように長いのでいくのか短いのでいくのかギリギリまで相手を任せるんですけれども、もう持ち方はテイクバックの仕方はテイクバックした時点で分かっちゃってるので、これは仕方ないと思います。はい、構えは違うのか。はい、違います。もうスライスの時の構えとスピンの時の構えもうテイクバックする位置が変わって、はい、全く別と考えてもらって大丈夫です。